こんにちは、千原です。本日もホールガイズやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今日最初はドアダッシュよろしくお願いします。俺さ、まだこのホールガイズで当たってないゲームあるんだよね、いくつか。早くやりたい、新しいやつも。あと最後はヘキサゴン勝ちたい。ヘキサゴンやりてえな、今日。ヘキサゴンの気分だわ。さあ行くぞ。この肉割れスキン、なんか映画で見たことあるな。突っ込め、俺真っ白に突っ込むわ。オッケー、最速がいい。じゃあ次はちょっとこれ突っ込んでみようかな。オッケー、ダメでした。やばいやばい、コミケやめろって。だからよ、コミケやめて、本当に。駅前ダッシュは本当に危険だからね。いや、これ本当いい動画になるだろう。本当に危ないよな、これ。実際の人間だったらマジで危ないだろ、これ。こうなるからやめろっつってんのにさ、みんなやるからさ。え、あいつ飛びすぎじゃない？何今の飛び方、意味不明な飛び方しなかった？43人か。うわ、微妙なラインだね、これね。いけるかな。やめろ、飛べ。よし、オッケー、いったろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9番目、10番目、オッケー。海賊みたいなやついいな。海賊好き欲しいな。シャー、ロールアウト。18人エリミネートなるまで続くんだ。これさ、もう普通にやってても勝てるの分かってるからさ、なんか新しい何かやりたいんだよな。ということでさ、ちょっと、あ、いいね。今みたいにさ、俺もちょっと妨害してみようかなと思って。でも妨害したとさ、自分も一緒に落ちちまうんだよな、これだと。だからどうすっかなと思って。難しいんだよな、妨害の仕方が。やべ、こっち行こう。あ、待って、一個待って、こっち行くわ。危ねえ。いや、妨害やっぱ難しいな。妨害に力注ぎすぎると自分が落ちるからな、これ。おぉ、危ねえ、落ちかけた。あ、やっぱこれあれか。妨害しないで、自分が生き残ることを考えた方が強いな。そうだね。そうだな。いや、妨害してもさ、落とせるあれがないんだよな。確証がないんだよな。いや、なんか誰かうまいことやってくれたら、その技を盗むわ。スキルテイカーするわ。よいしょ。この辺は、楽勝だけど、端っこはね、良くないんだよね。なるべく真ん中にいるのが強い。オッケー。誰かがどうやってか落とせると思うんだよね、これ。早くスキル奪いたいな。お、まだ海賊いるよ。よしよし。海賊には絶対勝つ。おお、これ初めてだわ。なんだ、エッグスクランブル。フットサモステーク。了解した。あれだ。チームの方に、卵いっぱい持っていった方の勝ちだ。了解した。あ、これ味方。ん？全然持って、あ、これ味方。持った？あ、持った。アウチ！なるほど。当たっちゃったらダメなんだな。これあれだな。強いところから取ろう。キャッチ。あ、なるほど。倒されると、あれなんだ。じゃあ、金は多分いっぱい守るだろうから、あえてノーマルを取りに行くわ。おう。で、赤チームはさ、あ、赤チームはあれだな。赤チーム全然防御入ってないから取られ放題だけど。これでも狙われんのって黄色か青なんで。あ、守りがちゃんといるね、あっちは。青はさ、ちゃんと守りがいるわ。こうやってさ、とどめちゃえばさ、いいんじゃないかなって思ったんだけど、そういうわけじゃないか。やばいな、このままだとは赤潰されるな、完全に。あ、いい、いい守り。あ、でも1個外に出したぞ。これでいいんだ。よし、取った。きついかな。青チームから狙った方が良さそうだよね。でもな、青チームもな。よいしょ。あ、ダメか。青チーム守り入ったな。いや、これ、まずいね。あ、やばい。味方をキャッチしてるぞ、これ、俺。あ、やばい。味方をキャッチしてるぞ、これ。やばい、やばい。やばい、残り時間的に。やばい、負け確定する、これは。お、は、入りそう。オッケーオッケーオッケー。入った。あ、うおぉ！あー、きつい、負ける。あー、ダメだ。これ、あれだな。なんか考えないとダメだな。どうやればよかったんだろうな。もっと守りに徹した方がよかったんかな。よし、俺の一番得意なやつ来た。ゲートクラッシュ行くぞ。いけー、突っ込めー。これ多分大丈夫。次は真ん中行った方がいいな。オッケー。あ、押し上げられた。あ、これ次真ん中行った方がいい。ちょこんで、危ねえ、越えていく。
真ん中行きたいけどな、一回ここだな、ここだな、こうだな、 OK、 はいはい、これこれこれ、おぶねえ、ギリギリ超えた、一番最初の一番無理そうだけど止め、 OK、 3番 OK、 んなんだこれ、やったことないやつだな。キープウォーズインヨアエリア、あー了解さ、自分のエリアにボールがあればいいんだ、あーなるほど、あれなんかボールが、あそうか、奇数来ないとダメだからか、均等になっちゃうもんな、222だったら。これはあれなのかな、どっちかっていうと守りは向いてねえんじゃねえかな、どうなんだろうな、とりあえずさあー赤が3枚いんのか、赤がいんな、ほっヘディング、どうヘディングするのが一番強いんだろうね、やっぱりこれかな、やっぱこれっぽいよな、サッカーと同じ理論かな、ボランチ気味に動いた方が強いような気はするな、どうなんだろう、そうだね、ずっと同じボールを追ってんのよくない、あーこれいいね、人数有利がついてるやつはやった方がいいな、オッケーオッケーオッケー、この人が打ったやつを、あ先回りしてんなこの人、どっちかっつうと押し返す方が強い感じするよな、あやべミスった、同じ動きしちゃった、ゾーン、オッケー吹っ飛ばした、あやばい、あナイス押してくれた、でかい、これを奥まで押し込む、奥まで押し込むとかなり強いのか、分かった、あいいね、これ青チームひたすら攻めて青潰しちゃった方が楽だな、残り15秒、いや違う、残り時間考えたらこれ守った方が強い、守りに徹するわ、ナイス、いい防御力、ボランチの動きを果たす、4、3、これ大丈夫、2、ナイス防御、オッケー守りきる、あーこれもやったことないやつだ、今日よく当たるな、ロッケンロールプッシュユアボールトゥーザーフィニッシャー、なーるほど、横断転がしか、2、うわこれ難しそうだな、うん、あなるほど、重い球なんだ、ヘディングみたいな感じでやるわけじゃないんだね、じゃあ角度をこうなんかうまく調整してやっていく感じだ、でなるべくこのボコボコしてるところはいかない方がよくて、 OK 押す押す OK 押せで、ちょっと左に押さないとやばいんじゃない、 OK 押して、で今度右に押して、これそのまま右端っこいけるでしょ、 OKOKOK、OK OK OK、押せ押せ押せ、でこっち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 いけ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 、押せ押せ、 なるほど、妨害っていう手があるのか、ああ面白いなこれ、でもやっぱさこうやって押し込むのがやっぱ成功法が一番強いんじゃないこれ、オッケー、あ黄色うまかったな、黄色の妨害うまかったな、これ覚えとこう、出たよサッカーだよ、これ難しいんだよな、最初落ちてきた球をヘディングするのがめっちゃ難しいんだよね、2、1、これ味方がどういう動きをするかをしっかり確認して、 OK 了解した、割と攻め型だな、そしたらちょっと防御に走ろう、ほい、えマジか、抑えんのか、ナイスうまい、そうか、あこれはまずいな、こっち側だな、俺行くなら守るわ、あー押し込まれそう、うまい、あー取られたか、やばい、あー押し込まれる、うまいな、あー押し込まれた、これは無理だ、いや、まずいな。そう、最初のヘディングが決まらないとこれ絶対勝てないんだよな。動き的に、あ、あのボール。あ、守りが2枚いるな。了解した。じゃあ俺ちょっと攻めに転ずるわ。これ!もう一回打つな。そうだな。味方のボールの動きを、あ、やばい。吹っ飛ばされた。思った以上にボールが。よいしょ。うまい。ここ!うまい、それは行くんじゃないか、ナイスナイス、実はでここにセット、どこだ、どこに落ちてくる、来た、よいしょ、いいね、敵側にがっつり押し込むのが大事だな、あれはちょっとナイス、それはいけるんじゃない、それはいったでしょ、 OK、 やばいやばい、逆に押した、やばい、 あれがいる、キーパーがいる、はいやー、キーパーやばい、あ、押し込めた、しょうがない、このボール押し込みたい、新しく出てくるやつを、それよし、ナイス、そう、これを決めたかったんだよ、もう一回、ここ、あー、出たか、ナイスナイスナイス、
大丈夫、時間ある、ゆっくり行こう。これ、オッケー、押すかして、それ、押すかせねえかな。いいぞいいぞいいぞ、それ入れたいな、それ入れたい、右のやつ、右のやつ入れたい、入れたろ、ナイスナイス、あと1点、こっから行く、それ、あ、ごめん、ずらした、俺が下手だった、今のはごめんな。守ってくれ、あれは任せた、あれ頑張ってくれ。あー、これ攻めに転じよう、俺も行くわ。ナイス、うまい、その押し込み、お前やばいだろ、岡崎慎二みたいなやついた、ナイスナイス、岡崎慎二だ、岡崎慎二が強すぎる、ナイスすぎる、イエーイ、岡崎、世界の岡崎、さすが、よし来た、ヘキサゴン、これは待ってたんだ、ヘキサゴンが本当に楽しいんだよな、やってて。これさ、いろんな戦略考えられそう。これさ、あえて最初は俺下に降りるっていう選択肢取っていい、あえて降りるわ。これ最初みんな黄色で耐えようとすると思うんだけど、落ちて落ちて、うわ、考えてるの同じやつがいる、そう思った、そう、俺もそれ強いなって思ってたんだよね、最初からもう真ん中消すの。でさ、上から来るやつはさ、自動的に落ちるじゃん、俺それが強いんじゃねえかなってずっと思ったんだよね。あ、やべえ、それは、これあと何層ある、ぽよん、そっか、ジャンプすることであれもできんのか、やばい、あ、うまいな、なるほど、すれ違う人の先に足は奪っちゃえばいいのか、これあともう一層下にはあるんだな。OK、 この辺で切り返してどんどんここの足場潰していくよと思ったんだけど、やべえな、ジャンプして、そう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 、狙い通り、今のは俺紫でなるべく耐えます、そう、絶対これ下潰しておいた人が強い、この紫エリア俺がもし陣取れたら超強いと思うんだよね。こっち行こう、ジャンプで時間稼ぐっていうのもありか、あ、これいいな、危ねえ、 OK、 おい、よいしょ、ほっほっ、何、 あいつちゃんと言ってんな、すげえな、やっべえ、まずい、逃げ場がない、これ、青しっかり落ちて、オッケー、時間稼いで、うわー、これ最終層だ、うーわー、3人落ちてるけどな、うわー、行き場がねえのか、これこっち行かないとダメだけど、あー、終わったー、ねえ、ダメだった、くそー、惜しかった、多分どうしよう、3位かな、悔しい、これあー、マジかー、惜しかった、でもこれいい戦い方だと思うな、先に3層くらい下まで落ちちゃってどんどん落とす作戦いいな、であとジャンプで時間稼ぐってのもいいね、優勝おめでとう、悔しいな、勝ちたかったな。